時代王は、高句麗の、第七代の王。生は高、コ意味名は、水星。三国式高句麗本に、時代王即位には、先代の大祖大王の同母弟とあるが、大祖大王期の文中においては、水星を大祖大王の弟とする記述と王子とする記述とが混合している。また、五漢書には、水星は、宮のことある。 大祖大王の94年12月に王位を譲られ、水星が76歳で即位した。大祖大王の69年に、五冠の優秀志士の評官、元都大衆の陽光り、両党大衆の西風羅が、航空内に侵攻してきた際に、王の命によって、兵に戦を率いて、これらを迎撃し、逆に、元都、両党を攻めて、捕虜に戦を得るといった勲功があった。 百三十二年七月頃から、水星は、取り巻きの者たちと共に王位を狙う動きを見せ始め、百四十六年七月には、大祖大王を暗殺しようとした。この時、防御をとがめて、水星に直言したものがあったが、口封じとして、殺そうとした。こうした状況を見かねた右、タスクの幸福将らは、水星が反乱を起こそうとしていることを理由として、大祖大王に、 水星を中殺することを進めたが、大祖大王はこれまでの水星の勲功と争いを避けることを理由に、146年12月に上位した。ここに、水星は76歳にして大いに就くこととなった。即位して、あとは取り巻きの者のを好意に引き上げ、自分を害そうとした身に、タスクの幸福症や、大祖大王の着死、バクツトムを殺させた。 バクツトムの弟のバクトクは兄が殺されたことを聞いて自分も殺されるものと恐れ自ら意志した。反対派のいなくなったところでいよいよ暴政を振り巻き人民に苦痛を与えるようになったため165年10月に進化の名人と夫に侵虐されることとなった。時代王と送りなされたが埋葬地は伝わっていない。時代王の死について三国維持王歴は 165年に国葬と時代王とは共に神王によって殺されたと記している。ありがとうございます。